2つほど気をつけたいものがあるのでそれをご紹介します。それが HAVEYETTOV と BeYETTOV です。この2つみなさんこんにちは、大串です。この動画はですね、森田先生が書かれた TOEIC L&R 品質英単語という単語帳の中のですね、チェックテストの2番の3の解説となっております。問題を解いていない方もこの後すぐね問題を表示しますので、そこで一緒に解いてから解説を見るようにしていきましょう。ではまず選択肢を見てどういう種類の問題なのか予測できるか見ていきます。そうすると選択肢は Already Soon Yet Ago ということで、すべて品詞としては副詞のものが並んでいますよね。で、今回これすべて選択肢が副詞ですから、まあ品詞の違いで考えるというよりもですね、まあ前後とか全体を見てですね、意味的に合うものを選んでいくとか、もしくはまあ前後の形でですね、まあセットでこれ使いやすいよねというようなものがあれば選んでいくという形になりますよね。というわけで、まあどの副詞を入れていいか判断するために、まずね、空欄の前後から見ていきます。そうすると、前には has があって、後ろには finished があるんですね。で、ここまで見ればある一つのことに気づいてほしくて、have プラス過去分詞が使われてるなということに気づいてほしいんです。つまりこの形は現在完了形ですよね。で、現在完了形が使われていると分かった時点で、この4つの副詞の中から現在完了と使えるもの、使いやすいものを選んでいくということになります。では、今回の B と D の選択肢である soon to ago についてまずは見ていきましょう。soon というのは意味としては間もなくすぐにという感じで覚えますよね。で、この soon という単語、実は現在完了形と一緒に使うことができないんですね。ですから今回の B の soon というのはなしということになります。で、次に ago なんですが、ago というのは、まあ、前に具体的な数値なんかを置いて、例えば5 years ago みたいな感じであれば、5年前という感じでですね、なんとか前にという風に覚えると思うんですけれども、実はこれもね、プラスアルファ覚えてほしくて、今からほにゃらら前にという意味です。まあ、ある未来の地点とか、ある過去の地点から前にという風には使えないんですね。あくまで今からほにゃらら前にという意味で使えます。ago は今からほにゃらら前にと、今から前のことを表すということは、まあ過去のことを表すことになりますよね。ですから基本的に過去形と一緒に使うのが原則ですから、そういった観点から、今回のこの D の ago というのも現在完了とは使えないということで×になります。で、残りの already to yet に関してですが、これはどちらも現在完了の文で、よく使われるものになります。ただどういった文でよく使われるかというのはまあそれぞれ違いますので、その違いをしっかり押さえておきましょう。まず yet に関しては基本的には否定文とか疑問文の完了形の文でよく使われるものだと思ってください。で、これの実際の使われ方に関してはまあ後で詳しく解説をします。一方 already というのは意味としてはすでにという意味なんですが、原則肯定の完了形の文で使われることが多いんですね。さらに1に関しても yet というのは、まあ、原則文末に来ることが多いんですね。ですからまあ文があって最後に yet と来ることがまあ多いんですけれども、 already に関しては基本的には have プラス過去分詞の間ですから have already blah blah といった形で have と過去分詞の間に挟まることが多いんですね。以上のことを踏まえると、今回文章は肯定文ですよね。さらに have と finished、 have プラス過去分詞の間に何かを入れろと言っているわけです。ですから今回は C の yet ではなくて A の already を選んであげれば OK だったんです。では次に先ほど出てきた yet の使い方について詳しく見ていきます。 yet は否定文と疑問文で使われると言いましたが、実はどちらで使われているかで意味が異なってきます。ですからそれぞれをねしっかり整理して覚えておくようにしましょう。まず否定文から見ていきます。否定文で yet が使われる場合はですね、 not ほにゃらら yet という語順でですね、まだほにゃららない、まあ当然 not があるのでないという意味になりますが、まだという意味になります。例文で見ておきましょう。
I haven't finished the project yet ということで、意味としてはですね、まあ not yet not で使われているわけですから、私はまだそのプロジェクトを終えていないというふうになりますよね。で、先ほども言った通り yet というのは原則文末でね、このように使われることが多いです。ただですね、文の中に入ってくるというパターンもいくつかあって、例えば例の一つがこの下のやつです。 I haven't yet finished the project、このようにですね、 not が使われている文において yet がすぐに not の横にですね置かれるというパターンもあります。で、この2番目の例文のように yet が文末ではなく yet が not の直後にある場合というのは、まあ、基本的な意味は変わらないんですが、イメージとしては文末にある時よりも硬い、つまり文語的なイメージがあるというふうに思ってください。次に yet が疑問文で使われているパターンについて見ていきます。 yet が疑問文で使われている場合は原則もうという意味で使われます。これも例文で見ておくと、Have you finished the project yet? ということで、あなたは、まあ、これ疑問文で使われているわけですから、当然、もう、そのプロジェクトを終えましたか?という意味になりますよね。実は、ここら辺の yet とか already に関しては、もっと抑えたいことはあるんですけれども、まず、基本はここになりますので、しっかりね、already はすでにという意味で、肯定文で使うということと、yet というのは疑問文と否定文で使う。で、否定文であれば、まだほにゃららないという、まだという意味で、疑問文であれば、もうという意味で使うということは、しっかり押さえておいてください。で、今回取り上げた yet を使ったですね、イディオムの中で、二つほど気をつけたいものがあるので、それをご紹介します。それが、have yet to be と、be yet to be です。この二つの意味、皆さんわかりますでしょうか?まず、一番の have yet to be に関しては、意味としてはですね、なんと、まだ、V していないという意味になります。で、さらに、2番の be yet to be に関しても、これもですね、実は上と同じで、まだ、V していないという意味になります。これ皆さん何か違和感ないでしょうか?実はこの2つ、否定の語句はないですよね。で、否定の語句がないのに、まだ V していないという風に否定的に訳しています。ですから、まあ、単純な見た目と違ってですね、こう、否定語がないのにもかかわらず、否定のニュアンスを持っているから、否定的に訳すんだということは注意しておいてください。で、これもですね、単純に丸暗記することもできるんですが、一旦ね、理屈を踏まえると忘れにくくなりますから、根本の理屈から考えていきましょう。1番から見ていくと、まず、yet はこの場合、まだという意味で考えてください。で、皆さん、これ yet が挟まっているから分かりにくくなっていますが、前後の形を見ると、これ have プラス to 不定詞ですよね。ですから、have to be ということで、これなんとかしなければいけないという表現ですよね。ですから、全体の意味としては、まだほにゃららしなければならないという意味なわけです。で、まだ V しなきゃいけないということは、これは V をもうすでにしてますか?してませんか?当然まだしていないわけです。というわけで、まだ V しなければならないということは、まだ V してないよねというところから、まだ V していないという意味でこれは捉えるわけです。2番の Be yet to V も同じように捉えていくと、当然まず yet はまだという意味で捉えます。で、前後見てみると、Be to V ということで、これは be to 不定詞という表現だと気づきます。で、be to 不定詞に関しても、まあ、詳しくやりたいんですが、今回は簡単に捉えていきます。まず、to 不定詞というのは、過去か未来かのニュアンスでよくね、動名詞と使い分けるんですが、to 不定詞は原則未来のイメージになっていきます。ですから、未来において V しますっていうことなんですね。で、B 動詞は、まあ、イコール状態を表しますから、未来において V する状態ですということです。ですからこれも根本のニュアンスは、まだ未来において、ほにゃららするというイメージですよね。で、まだ未来において、ほにゃららするということは、じゃあそれしてるのかというと、まだしてませんよね。
ですから中身を取ってまだ V していないという風に訳せるわけです。一見ね、意味がわからないような訳が当てられていても根本から考えるとね、理解できるということはたくさんありますから、これもね、根本から理解して押さえておいてください。では最後に文全体の意味を取って終わりにしましょう。 Ms. Wilken has already finished the project ということで、ウィルケンさんはそのプロジェクトをもうすでに終えましたという意味ですね。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.